アレクサンダー・ブラウン・アレクサンダー・カール・ハイン・リヒ・ブラウンは、ドイツ・レーゲンスブルク出身の植物学者。植物分類体系や、比較解剖学の研究で名高く、カール・スルーエ大学や、アルベルト・ルート・ビヒ大学・フライブルク、ユストス・リー・ビヒ大学・ギーセン、フンボルト大学・ベルリンなどで、植物学を教え、同国出身の植物学者、カール・フリード・リヒ・シンパーと共に、 螺旋養女におけるイ度と数列との関係を示す、シンパー・アブラウンの法則を発見した。1805年5月10日、神聖ローマ帝国レーゲンスブルクに生まれる。1824年から1827年にかけてハイデルベルク、パリ、ミュンヘンで医学、自然科学、特に植物学を学んだ。パリなどを放浪中に、同国出身の植物学者、 カール・フリードリヒ・シンパー、ジョージ・エンゲルマンやスイス出身の海洋学者、地質学者、古生物学者、ルイ・アガシーと交流を持つようになった。1830年、レオポルディナ科学アカデミーの会員となった。ブラウンは1831年まで、ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンで植物の研究を行い、1832年まではパリで研究を続けた。 1833年からカールスルーエで動物学、植物学の教授に任命される。1846年からはアルベルトルートビヒ大学フライブルクで植物学の教授を務める傍ら、フライブルクの植物園を管理した。1850年にはユストスリービヒ大学ギーセンで、1851年にはフンボルト大学ベルリンで植物学の教授を務めた。 1850年代、ブラウンは、ドイツ哲学会で著名だった、ドイツの哲学者、フリードリヒシェリングの自然哲学の影響を受け、植物の分類にも、研究の傾向を示した。幼女の研究にも、友人のシンパーと共に、自然哲学の影響を受け、螺旋幼女におけるガイドと数列との関係を示す、法則を発見し、ブラウンらはこの法則を主張した。1857年、 著書、植物の単ため生殖を表す。1869年にで、ベルリーナーゲゼルシャフトフィオアントロポロギー、エトノロジーウントアージェシクトの会員となり、亡くなる1877年まで副会長を務めた。1877年3月29日に亡くなる。ブラウンの植物分類体系は、その後、同国出身の植物学者、アウグスト・アイ・ヒラーの分類を経て、 アドルフ・エングラーに受け継がれていった。ABCDE 万有百科大辞典 1972P561 第日本百科辞典 1967P681 シンパー・アブラウンの法則とは引く言葉んく2013年12月24日閲覧 A ブラウンは植物の学名で命名者を示す場合にアレクサンダー・ブラウンを示すのに使われる。 ありがとうございます。